こんにちは。私は日本語通訳科1年生、トゥン・リン・ティンと申します。ベトナムから参りました。私の夢はこれです。旅行が好きなので、将来は通訳案内士になりたいと思います。その夢を叶えるために、国際外語、看護、エアライン専門学校に入りました。ここで勉強して、日本語能力試験1級と TOEIC 800点を取れるように頑張っています。勉強してきた日本語と英語を使ってインタビューを案内できたらいいと思ってます。これから頑張ります。